企画、傾向と対策、根岸 S、エ G3、28日、東京、ダート1400メートル、ネは、東京ダート1400メートルで行われる。過去10年を振り返り、高層、凡層の傾向を探った。下向き黒三角距離短縮組が狙い前層の距離別成績は1200メートル、22140、1400メートル、 14455、144, 55, 1600メートル、52114、1800メートル、22、4、14、距離延長組が2勝の一方、距離短縮は7勝。特に前走マイル組は連帯率31.8%、副勝率36.4%と高成績。2015年には15番人気アドマイアロイヤルが3着。 21年には10番人気ワンダーリーデルが2着と副兵の活躍も目立ち、単腹の回収率はいずれも100%超。今年は7頭が距離短縮だが、前走がマイル戦だったヘリオス、タガノビューティー、お祭り男の3頭は特に抑えておきたい。下向き黒三角前走スプリント戦組は、前走が1200メートルだった馬は、 勝率4.4%、副勝率11.1%と苦戦傾向。単勝回収率15%、副勝回収率30%で副兵の大掛けにも期待しづらい。馬券圏内に構想した後藤は、揃って前走のカペラ S で3着以内に構想していた。今年はベルダーイメル、ティアシック。 アームズレインが前走1200メートルだが、いずれも構想条件には当てはまっていない。下向き黒三角末足自慢に注目前走の上がり 3F が最速だった馬は、2、2、3、10、で副勝率41.2%と高想率が高い。今年は前走の上がり 3F 最速の馬が5頭いるが、 ベルダーイメルとアームズレインは前述の凡倉条件に該当しているため、サンライズフレーム、タガノビューティー、アルファマムの3頭を狙いたい。